じゃあ、しますか。はい。はい、じゃあ、お疲れ様です。森健ぶどうチャンネルです。今回ですね、また、昌平塾の山田指導員にご出演いただくことになりましたので、今日は乗馬道をですね、教えていただこうかなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。うち弟子になられてから、乗馬って誰かに習ったりするんですか？誰かに、いや、習ってないですね。やっぱ自分で見て、研究してって感じですね、はい。教わるってことはないですね。大体大学で教わったもんね、僕らって。ああ、そうですね。それこそ先輩から。いやいや、大学の方が多いかな。乗馬の傾向っていうのはそうですね。うん、じゃあ今日はちょっと、審査3段以上に出てくる、乗馬座、乗取りと乗さばき。乗さばきはでも出ない、あんまり出ないですけど。じゃあちょっと乗馬座をやっていきたいと思います。ということで。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあこんな感じですね。なんかもう慣れてますね。いやいやいや。
本当だ。いつもやってるはずなんですよ、ね。ありがとうございました。じゃあいい感じですね。